プテラポゴンカウデルニーあるいはプテラポゴンカウデルニーは、鈴木ズキ木亜ク天竺大かプテラポゴン族に属する魚類。和名は天の川天軸大である。東南アジア方面の太平洋、万外諸島やインドネシアにのみ生息する、比較的近年発見された新しい種である。主にサンゴ礁域に生息する。繁殖期は縄張りを作りやすい枝サンゴの間など障害物の 周りに集まる。日本での観察記録はない。しかし、多くのダイバーのほか、鑑賞用の場合でも学名である、プテラポゴンカウデルニーの名で知れ渡っている。本種の英名である、バンガイカージナルフィッシュはあまり知られていない。このプテラポゴン族は、本種の他にもう一種いることがとかっている。しかし、本族の中で最も有名なのが本種であり、代表的な種と言える。 西太平洋から東、インド洋のンゴ礁域では比較的見られるようだが近年干渉用として人気があり乱獲されているため生息地では数が減少している。また近年付近の急速な開発などによってンゴが死滅したり温暖化で生息地全体が影響を受けて数が減少しているという情報も伝えられている。生息地では乱獲により 個体数が減少して、絶滅危惧種らしいが、繁殖力が比較的強いようで、持ち出されて他た地域に住み着いている個体が確認されている。持ち出された理由として挙げられるのは、干渉目的での養殖のため、海流の変化によるもの、スマトラ沖自身の打つ葉の影響、海域全体の変化などがあるが、中でも最も可能性があるのは人的要因であると思われる。そのため、 本当に、全体的に、個体数が減少傾向なのかは不明である。本市を保護する場合、周辺諸国が協力する必要があるが、多くの国が入り混じる複雑な地域であるゆえ、厳しい。また、近年領土問題が起きる通して、緊張状態の中、この海域の保護は一層難しさを増している。最大全長8.0センチメートル。 平均的な全長は5.0センチメートル。夜行性であるが昼間は、サンゴの間を群れて漂っている。体色は、尾ひれが二つに分かれる。ひれや色彩、特に白いスポットの入る、水玉模様が特徴でかなり複雑な模様である。天竺大化は地味な体色の仲間が多いが、本種は大変美しい体色である。また、 特徴的な退職と姿で人気があり、観賞拠点では、天軸大化の中でよく目にする種である。本種も、校内保育いわゆるマウスブルーダーである。そのため、夏場繁殖期はペアで群れから外れ縄張りを作る。卵の保護は基本、オスが行う。繁殖後メスは餌を捕食後また別のオスとペアを、組繁殖をする。卵は孵化まで1週間かかり、 その間オスは何も口にしない。オスとメスの見分け方は、繁殖期はメスは腹に卵があると丸い体型をしているが、本種はオスもメスも姿に変化がなく見た目では判断できない。食用としては流通しない。主にダイバーなどダイビングやシュノーケリングの時に見ることができる。また、近年飼育用としても流通しており、比較的一般の人も見ることがある魚である。 天竺大化で観賞用として有名なのは、ま、んじゅう石ち、金銭石ちなどと並び水槽内の脇役的存在である。それ以外にも、天竺大化の中では美しい姿のため、水族館でもよく、ンゴ水槽などの中で混営させている。本種を含め、この種全般は飼育可能である。しかし、知名度があまりにも低いため、詳しい飼育法がない。 ここでは本種について書くが、天竺大化全種に応用が効く。飼育する準備と基本的な知識、編集熱帯系の魚なので冬場、水温を最低でも22度以下にはしないこと。本種を飼育する場合、かなりデリケートなので気が強い魚や噛みつく魚とは避けて飼育する。また、花大類を飼育したことがあるものはどかると思うが、単独飼育よりは複数飼育が向いている。 水槽のサイズは最低でも6 0トル水槽が望ましい。飼育する場合は飼育開始予定日または最終予定日より1週間前に水槽をセットする。ろ過装置、ヒーター、水槽用クーラー、殺菌等、プロテインスキマーなどが必要だろう。水は海の生物なので人工海水または天然海水を使う。 水温計があると何かと便利で安心して楽しめる。魚の入手法、編集入手するには以下の2点が挙げられる。観賞拠点で購入する。この方法が一番手間いらずで楽だが、本種を扱う店は決して多いとは言えないが、比較的入荷数が多いので、入荷数は同類の中では安定している。個体選びでは自分で選べるだけでなく、状態も確認できる。 本種はすでに弱くちょっとした傷が命取りになりかねないのでその点は注意する。大体いい入荷数は通常数ヶ月間隔で入荷する。入荷数は多い方である。しかし天然個体は現地での生息数が減少しているため入荷される個体はブリーダーによる人工繁殖されたものが大半である。値段は比較的安価な方で店によっては 花大類より本種の方が安い場合もある。インターネットなどの媒体を利用するインターネットによる通販、オークションがある。しかし、本種も含め展示区代の仲間はすれに弱いので、進められない方法である。しかし、もしショップが行ける範囲の地域であれば、実際にショップに訪れて購入すると良い。いよいよ魚導入、編集水槽に魚を入れる際は、他の海水量や、 熱帯魚と同様、導入前に水温と水質調整を行うこと。これを怠ると水槽内でショックし、最悪の場合死に至る。デリケートな魚なので30分ほど長めに入れると良い。この作業ができたら早速水槽へとなるが、網で追い回したり、すくったりすると、スレの原因になる。必ず小型のプラケースで水ごとすくい少しずつ水を捨てる。 そしてこのまま水槽へと移す。若干元の海水が入るが魚がすれるよりは、マシなので入ってしまっても構わないが、薬が入っている場合は新鮮な水に魚を移してから、この作業をする。この場合は、網ですれないように注意して移動する。この作業は、水槽掃除の時の移動時も同じことである。日頃の管理、編集、特にまず、導入してからの一週間は注意する。 なぜなら、この間に傷などによる死亡するトラブルが多発するからである。餌は人工繁殖個体であればすぐ食べてくれるが、天然個体の場合は3日ほどかかる。主に餌は乾燥餌の網エビ、雑食性の魚専用人工飼料を与える。与える量は数による。あとは病気が心配だが、主に掃除した時に砂底の撒き散らしたゴミや水が濁った時、 急激な水温変化による体調を崩すことなどが原因である。特に季節の変わり目は水温を注意する。病気の種類は主に白天病、トリコディナー病、オクサレ病、ウーディニウム病が挙げられる。病気になったら干渉拠点で市販されている専用の薬を使うが、この場合本種は薬に対しても弱いのでごく少量にとどめて水換えを頻繁にする。それでも、 治らないまたは進行している場合はかわいそうだが、処分する。繁殖、編集水槽内での繁殖は可能である。なぜなら、まんじゅう石餅や、金銭石ち糸引き天軸台、ネオン天軸台など、水槽飼育にポピュラーな種では、実際に繁殖が行われている。本種は、最も容易な種で国内で飼育用として、流通している個体が多いのも、 容易に増やせるということにある。基本的に彼らは、マウスブリーダーのため水槽という環境に慣れ、環境と整えてあげれば成功する。もちろん、ペアが揃えばの話である。海水魚類の中では、比較的繁殖が容易な種だと思われる。しかし、繁殖に成功しても不過後の稚魚たちの餌が一番の関門である。この種は繁殖は容易でもその後の稚魚の飼育。 管理が難しい。稚魚は小さく餌はそれに見合ったものでなくてはいけない。また、露化層に稚魚が吸い込まれることも多い。しかし、本種は比較的稚魚の飼育が容易な方で、1センチメートルほどまで育った個体は、親と同じものを与えると良い。しかし、ここまで育てられるのはよほど、繁殖、稚魚飼育に適した環境が用意できたものでないと、難しいが、あえて、 マウスブリーダーの彼らの飼育と繁殖に挑戦するのも良いだろう。以上が飼育に関することである。アレン、GR& ドナルドソン、TJ、テレポガン・コダーニー、t IUCN Red List of c e スピ c t and Species 2007、ET63572A12692964、ドイ、10.2305,IUCN, UK, 2007、 RLTS-T63572A12692964EN ダウンローダドドン22ジャニュアリー2019生物名の学名と和名の対応2019年1月22日閲覧 IUCN 編岩月国を大田秀都市役世界の絶滅危惧生物図鑑丸全出版2014年20ページ 978から4から621087640。ありがとうございます。